奥間秀樹の「歌でぐすうじさびら ラジオ機器の皆さんこんばんは奥間秀樹です奥間秀樹の歌でぐすうじさびら久しぶりの生放送ですよ先週と先週の放送は2月にですね行ったライブの音源をダイジェストでお届けしたわけですが今日はオープニングがあるがままオリジナル曲から入ってるんですけどね今日はめっちゃ忙しかったです5時半に 仕事終わりましてですね、えー、那覇から、えー、高速ぶっ飛ばして名護まで行ってきましたですね名護7時に待ち合わせたんですよそんで、えー、なぜ名護に行ったかというと、えー、今後ろで、ね、流れてるんですけど、えー、ごめできの私 今作っているアルルバムのサンプルがでできたっていうことこ、えー、連絡いただきてですねそれを取りに行ってまいりましてそっから一回女村に帰って <laughs> お風呂入ってで、ね、今石川うるま市に来てるんですけど、えー、めっちゃ疲れたんですけどね、えー、やっとこう十分で作っていった音楽が。 形になっていくのを実感したらですね、えー、嬉しく思います。まあ今日もこんな感じで、えー、生放送。今日はこの音源を重心にやっていきたいなという風うに思ってますのでね。皆さんチャンネルはそのままで最後までお付き合いください。この番組はカフェバーカラーの提供でお届けしたいと思います。さて、えー、っとね。 今日は一人です。カンナさんはお休みです。えー、今日は一人なんですけども。じゃ早速次の歌、えー、行ってみたいと思いますが。次はですね、えー、季節的にはぴったりだと思います。えー、ここ2、3日また冷え込んできてるんですけどね。もう春がもうすぐそこまで来てます。それでは行ってみたいと思います。えー、作詞、作曲、奥間秀樹の曲で行きます。春ですねって歌を聴いてください。どうぞ いえ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 お届けしたのはえ春ですねって歌歌って歌ってみましたじゃないかえ今日は弾き語りじゃないんだ今日はえ CD を開けてますけど結構いい感じでできていますよねえこれにまたいろいろこれからアレンジをアレンジっていうか細かい調整なんかねしていっていくわけですけどもえー今 この歌聞いててふと思い出したんですけど、えー、今日3.11ですね、えー、東日本の大震災からも五5年になるんですけど今流したこの「春ですね」っていう歌はそういうその時に作ったんですよその時その2 0何年だ11年に作りまして、えー、あの当時っていうのはもう今よりももっともっとこの 毎日のように映像が流れてこんななってますこんななってますっていうのを見ててですねえ被災地にも早く春が来てほしいなという思いも込めてえ作った歌だったんですけどねええあれですねどうかなみんなの聴いてるところには春はまだ来てないかなえー この CD で来たらでたすねこれを引っ下げてもいろんなとこ回っていきたいなと思ってますのでね皆さんよろしくお願いしますさて皆さんからのメールファックスをお待ちしてますよメールアドレスは8 6 8 f m ム、r m a c ット8 6 8 f m u r m a c o m ファックシミリは0 9 8 9 6 5 4 8 6六 8番で、えー、お待ちしてますのでよろしくお願いします。熊秀樹の歌でうすうじさびらあってまでよろしくお願いします。さてじゃあ次の歌いってみようかな。えー、次の歌はえー、そうだね、えー、今回 CD に8曲入れるんですけどそのうちの1曲はライブ音源を入れようと思ってで今どのライブのやつを使おうかなって迷ってるんですけどその1つの案であります。 えそんな歌をいってみたいと思いますもうラジオでも必中歌ってるからおなじみのこの歌を聞いてくださいこれはライブバージョンですよ行きます好きです石川 さあ、えー、お届けしているのはこちらはですねライブ音源で、えー、オンマソンの産業祭りで、えー、やった際のですね、えー、音源を、えー、流しているわけですけども、えー、今回このこのギターにしてもギターにしてもこのライブにしてもこのアルバムにしても今回ギタリストの佐藤優吾さんという方にですねサポートしていただきましてもう俺一人だったら 絶対出せないようなそんな世界観を本当にもういい感じで作ってくれてるわけですけどももうね早く完成が楽しみだなっていう感じなんですけどもねもうちょっと夏場ぐらいかなにはできる予定ですえジャケットとかももうできててあとは音源の一番大事なね調整をやっていくわけですけどもではえ次の歌はね 何言ってみようかなそうだ、えー、先週先々週とこのライブの音源を流したんですけどこれを流すにあたって CD だけかけても面白くないから最初にこんな、えー、ナレーションみたいなのがですね今はもうすごいですよ携帯の iPhone でボイスメモに撮ってでこれをパソコンに入れてこれを一番目に入れてから曲入れていって、まあ、ラジオっぽく作ったんですけど。 1一人でね部屋で、えー、何回か撮り直したりして <laughs> ちょっと恥ずかしかったんですけどだから先週と先々週の放送はえー、っちの那覇の方で iPod じゃないこの携帯 iPhone で聞いたんですけどねあいつもこんな感じで皆さんに聞いてもらってるんだなと思ってもっとユンタクも勉強しないといけないし歌も練習しないといけないしやらなといけないことはいっぱいあるなってね、えー、思ったわけですけどね えこんな感じでダダララやってますけどよしじゃあもう喋ってないで歌の方行ってみたいと思いますこれももうラジオでよく流してる歌リードギターが入るとこんな感じになるんですよそれじゃあ行ってみたいと思いますオーバーが作るテンプラーが好きだって歌ですサーターテンプラーどうぞ はいえー、お届けしたのはサーターテンプラでしたねはいありがとうございますえっと今日はこんな感じでね、えー、今度出す CD の一足お先に、えー、音源をお届けしてますけどもえー、っと今日はよもうギター弾きたくてやっぱり自分の歌聞いてたらあいやギター弾きたいなってなるんですけど今日はもう仕事終わって直行ですので ギター持っってなかったんでね代わりに音源をお届けしてるんですけど新曲もちょくちょくできてきてて、うん、今度のまた、えー、毎月第3土曜日は、えー、ヒロ r o e s p イ a 石川でねフォークのライブなんでその時に今度歌おうかなと思ってますけど意味わからん歌ばっかり作ってね「えー、ありもしない標識に惑わされないでね」 心の目ん玉、ばっちり開けて、生きようね、とかね、こんな歌とか、Facebook の歌とか、いいね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 で、広がる安心感とか、こんな歌ばっかり最近作ってるんですけど、こんな歌を今度また、来週の土曜日か、えー、3月19日やりますからね、皆さん遊びに来てください。まあ、詳しい、詳細はまた来週、説明しますが、 それでは今日はもう最後の歌になると思います。この歌で今日はお別れですが、えー、那覇で作った歌です。那覇、那覇もみっちょちも混んでよ信号待ちが長くて、えー、お家帰るまで暇だったので、信号待ちのたんびにいろいろ書いて作った歌ですね、えー。この歌を今日は最後にお届けしたいと思います。また来週から多分カンナさんも一緒にね、やると思うので、えー 来週もまたいいてくださいそれでは最後は「ニヌファブス」という歌を流して終わりたいと思います。この番組はカフェバーカラーの提供でお届けしました。それではまた来週です。お時間までどうぞ。